はい、今日は10月9日です。札幌市内里山ホームグラウンド1に来ています。はい、この辺ですね、栗の伊賀がいっぱい落ちてますよね。そうすると、まあ、栗があるんじゃないかと思います。ああ、ありましたね、もう足元にありましたよ、ほら。あ、ここにですね、カタツムリいますね。まあまあまあの大きさなので、これは取っていきたいと思います。はい、札幌前までですね。あ、ここにですね、大きなキノコ出てますね。はい、これですよ。まあこれはですね、アイシメジですよね。あとこれですか、はい、とりあえずこんな感じですか。あ、この倒木にですね、キノコ出てますよ。はい、これはですね、下から見たら分かると思うんですけども、あ、こう倒れてるやつもいて、あの縁取りツエタケですね。これはちょっと、まあもう置いときますか。こっちだけもらってきますか、これ。はい、あとこれですか。はい、はい、まあこんだけ取れました。あ、目の前の倒木に大きなキノコ生えてますよね。まあムキタケですよね。はい、ムキタケです。まあこのくらいでもいいんでしょうけども、まあ虫入ってますよね。私はですね、むしろこのくらいの小さい方が好きなので、小さいのをですね取っていきたいと思います。この辺ですか。はい、こんな感じですね。あ、ここにキノコが2本出てますね。はい、まあこれは多分チャナメツムタケですね。ちょっとナメクジかなんかに食われちゃってますけども、はい。あ、ここにですね、キノコありますね。やぶれ、すいません。これ、はい、白いキノコですよね。あの、多分白ナメツムタケですね。さっきあの取ったチャナメツムタケの兄弟分で、あの特徴はそっくりなんですよ。はい、正面の木にですね、キノコが出てるの見えますよね。これは似た感じですね、エノキタケに見えるんですけども、どうでしょうか。エノキタケだったら素晴らしいですよね、こんだけ群生してたら。はい、はい、エノキタケですね。はい、今ここにあったですね、エノキタケ、まあこれ取り残したのありますけども、取って、これがそうなんですけども、まあいかにももうエノキタケですよね。よっ、よっ、あ、落ちた。はいはいはい。あんまりまあ私こういうことやんないんですけどね。あの、背が届かないとこは残してやって、胞子任せた方がいいので、あれなんですけど。まああまりにも綺麗なぬめりすぎだけもどきだったので、ええ、取りました。あ、遠くにですね、おしろいしめじの大群落見えますよ。これ去年も大群落があったんですけど、また今年も出てますね。ほら。これ全部おしろいしめじですよ、これ。すごいですよね。あっちの方まで。はい。先週ですね、この道路脇で撮った、あの、赤もみたけですけども、まだ出てますよ、しつこく。これね。
まあ出てるからには取ってきますか。これ1個取るとですね、これ普通に鍋とかにできないので困るんですけども、まああるからには取ってきますよ。はい、車が見えてきましたのでこれで帰ります。
はい、それでは晩酌の時間になりました。今日はですね、ビールで行ってみたいと思います。はい、それではいただきます。はい、それではですね、まずはあったかい鍋からいきますか。で、この鍋はですね、今日はですね、この愛媛県松山市の高橋商店さんから安丸出汁というのをご提供いただいていて、今日はですね、この青の極上海鮮出汁で取ってます。で、飲み物入ってるかというと、マグロとかソウダガツオとかカツオ節、イワシ、アゴってトビウオですね。それからエビ、昆布、シイタケと、まあ、これで出汁が出てるんだそうです。じゃあまずですね、塩味足らないのは分かってるんですけども、何もこう、キノコと、まあ、野菜と鶏肉とこの出汁だけでですね、まあ、どんな味なのかちょっと飲んでみたいと思います。あ、やっぱり海鮮出汁って言われて、魚介の味がよくします。で、味噌汁なんてにはまあこれでいいんでしょうけど、味噌汁のまあ要するに出汁なので、この後味噌を入れたりするわけです、味噌汁の場合は。で、鍋なので、まあ寄せ鍋のパターンでですね、味ぽんでいってみたいと思います。この子ですかね。ちょうど良くなりました。非常に美味しいです。はい。あ、それでですね、高橋商店さんからご提供いただいているので、概要欄にですね、申し込み先の、URL 貼ってあります。で、そこから入っていただくと、まあ、これだけじゃなくて、いろんな出汁がいっぱいあってですね、どれでもいいんですけども、初回買うときにですね、ブラヤ食を見て、はい、来ましたってアンケートに答えてもらうと、特別の割引価格で、購入できるそうですので、興味のある方はぜひ、購入してみてください。はい、それではですね、この中に入ってるキノコ食べていきたいんですけども、もう真っ先にここに見えるのがですね、これですよ。これは、プチドリツエタケですね。プチドリツエタケ、もう散々私、結構何種類にもわたって取ってるのに、食べて見せたのなかったんじゃないですか。ちょうどこのお椀の中に入ってなかったって食べられなかったんだと思うんですけども。今日はですね、いっぱい入ってるんですよ。で、これ食べてみたいと思います。絵もついてますよ、絵もね。はい。非常に美味しいです。絵はちょっとシャキシャキしてですね、山菜風なんですけども、傘のところがですね、もうトロンとしててですね、甘みがあって、まあ、えのきたけに通ずるところがあってですね、非常に美味しいですよ。あんまり食べてる人いないんですけどね。これもそうですよね。じゃあ次、これ。あ、これいきますか。これは、アイシメジですね。大きいんで半分にしてあります。アイシメジも非常に美味しいですよ。旨味が強いキノコですよね。ただ霜降りシメジよりもちょっと野生味が強くて、こう野生感があるんです。野生感ってどういうことかってなかなか難しいんですけども、旨味もあって野生感があると、まあそんな感じですね。それでは次は、あ、じゃあまあ向きたけいきますか。
まあ、むきたてはですね、むきたてそのものにはそれほど味がないので、この出汁を吸ってですね、うん、美味しくなってます。次は、あ、これはですね、茶なめですね。茶なめ、やっと茶なめ食べられますね。これね、ちょっとなめくじに食われてるんでわかるんですけども、はい、じゃあ茶なめいってみたいと思います。茶なめつむたけですね。あの、モエギタケ科のキノコなんで、ナメコ臭がするんですけども、まあ、これでグツグツ煮ちゃうとですね、まあ、ちょっと、出汁として出ちゃってですね、あの、それほど強くないです。同じ、モエギタケ科のキノコで、ヌメリスギタケモドキがありますけども、あちらの方がもう、パンチが強いですよね。そうしたら、あ、これ、おしろいしめじだな。はい、おしろいしめじ。おしろいしめじいってみたいと思います。まあ、おしろいしめじは熱をちゃんとかけないと中毒するんで注意してください。で、まあ、こうやって鍋のようなもので入れてグツグツ煮たらもうしっかり熱通るんで全然問題ないです。はい、じゃあおしろいしめじいってみたいと思います。はい、おしろいしめじもですね、生の時はボソボソした硬い感じのキノコなんですけども、熱を通すといかにもキノコらしくなって、あの、本当にツルンツルンになるんですよ。で、まあ、おしろいしめじもそれ自体にそれほどもめはないんですけども、こうやって出汁を吸って非常に美味しくなりますね。じゃあ、あとはですね、えのきたけ、ないっすか、こんなのに。ちっちゃいのはここにあるな。大きいえのきたけ食べたいですよね。大きいえのきたけ美味しいんですよ。うん、むきたけだな。うん、これえのきたけですね。もっと大きいえのきたけあったはずなんだけど、うん、鍋のも残っちゃう。まあ、これえのきたけですね。じゃあ、まあ、このえのきたけ、これが一番大きそうなので、これいってみたいと思います。はい。ちょっとネギがついちゃってますけど。まあ、先ほどの縁取り杖茸と同じで、玉張り竹科のキノコで、この傘がですね、あの、なんていうか、トロンとしてて甘みがあるんですよ。あの、えのき竹って、あの、スーパーのえのきありますよね。あれと同じなんですけど、スーパーのえのきは、あの、茎のとこだけが強調されて、傘はちっちゃいのがちょっと上についてるだけですけど、今のこれはですね、茎のとこはもう黒くて、硬くなってたので、ちゃいました。で、傘のとこだけが食べてるんです。傘がこんな大きくなってるわけです。で、そうなると全然食味違ってですね、もうトゥルンとしてて甘みがあってですね、非常に、まあ、美味しい。どっちも美味しいですよ。あの、スーパーのえのきもシャキシャキしたところは美味しいんですけども、どっちも美味しいんですけども、全然食味違います。まあ、こんなとこですかね。あとで鍋はもうゆっくり、食べますので、うん、まあ、こんなとこでしょう。そうしたらですね、次こっち行ってみたいと思います。まあ、残ったキノコをですね、いつも通り豚バラ肉とごま油で炒めたものです。で、これはちょっと食べきれないと思うので、鶏とね、取って食べたいんですが、まずはですね、この一番多いのがですね、おしろいしめじ。今日おしろいしめじすごい取ってきちゃってですね、すごいあるんですよ。でも全部料理しちゃいましたよ。これとこれとあとこれですけども、まあ、全部なくなりました。これおしろいしめじですね。で、おしろいしめじと豚バラ肉と、それからあとは、あ、これむきたけと、うん、豚バラ肉と、はい、それから、あ、これだ、あいしめじと、豚バラ肉と、こんな感じでいってみたいと思います。それじゃあ、まずおしろいしめじなんですけども、これはですね、料理しながらもちょっと心配だったのが、この柄のとこですよ。柄のとこ、こう、傘はですね、フライパンの下にペタッてつくから熱がちゃんと入るんですけども、この柄がですね、上向いちゃうわけですよね。で、空気に触れてるので熱がしっかりかかんないわけですよ。そこが非常に怖いとこなんですけども、
要するに生食すると中毒するわけですよ。一番お白いしめじを食べるときに危険なのが焼きですよね。網の上で焼くと火がよく当たったとこはもう焦げたりして、でも空中で浮いてるとこって空気に触れててですね、なかなか熱がきちんとかかからないわけです。だから焼きが一番怖いですよね。だからお白いしめじは焼きで食べたら絶対ダメです。次がやっぱり炒めですよね。炒めもこの上の部分がこうどうしても上向いちゃうわけです。ただこれキノコが多かったので汁がいっぱい出てきて、その出てきた汁の中に浸かってましたから、いや多分大丈夫だと思います。まあこれで中毒したらちょっと話にならないんですけども、まあ行ってみたいと思います。はい、すごい美味しいです。この料理法ってすごい美味しいですよ。これなんだろうな、あ、これもアイシメジですね。はい、じゃあ次はですね、むきたけと豚バラ肉いってみたいと思います。むきたけも、まあ、汁物がうまいんですけども、こんな感じでもすごく美味しいですよ。ごま油とこの昆布だしつゆを吸って、あと豚バラ肉から出てきた油ですね。これを吸ってるんで非常に美味しくなってますよ。じゃあ最後、アイシメジ。アイシメジと豚バラ肉と。これもすごい美味しいです。まあとにかくこの調理法が美味しいですね。どんなキノコでも大体美味しくなりますよ。ちょっと一つだけを除いてね、この赤もみだけを除いて、まあ大体どんなキノコでもこの料理法で美味しくなります。まあ余ったらこれですよ。でこれ弁当のおかずだとかご飯のおかずに非常に最適なんで、もう非常にいいですよ。それではですね、懸案のバター炒め、これ赤もみたけで結局1本しか取れなかったんですよ。1本だけバター炒めするのはあれなので、で乾いたキノコ、要するにぬめったキノコだとぬめぬめな、こっちみたいにぬめぬめになっちゃうんで、やっぱりさらっとしてた方がいいんで、乾いたキノコって言ったらお白いしめじしかないわけですよ。でお白いしめじやったんです。でこちらは結構長くキノコの量も多かったし、むきたけなんても入ってるんで、こう汁が出てきてですね、汁にこう後ろ一文字もこう使ってですね、熱がしっかりかかってるのは確認しました。でもこっちはですね、一応蓋も閉めましたけど、後ろ一文字がちょうどこう傘が下向いてですね、絵が上ピーンと向いてるんですよ。で、なかなかこの絵のですね、ここにですね、絵の先に熱がかかんないんですよ。で、まあ、撮影はしませんでしたが、念のためにですね、あ、これ、でね、箸つけちゃった。念のためにですね、終わった後にですねラップして1分間電子レンジで熱をさらにかけました。そうしたらクタッとなってですね、こういうクタッとなりました。じゃあまあお白いしめじとこれですね、赤もみたけ、この2種類だけなので、これいってみたいと思います。じゃあまずは赤もみたけ、赤もみたけもっといっぱい取れたらですね、それだけでこうグラタンみたいに作ってみたかったんですけど、1分じゃちょっとあれなので、まあ、バターソテーにしましたけども、まあバターソテーでもボソボソ感は多少残るんですけども、もともとこの味チチタケの仲間なので、そのチチの部分が味がすごくいいので、非常に美味しくなってます。それではですね、私はお白いしめじのバターソテー初めてやったんですけども、
おしろしめじはもう何十年にもわたって毎年食べ続けてるんですけど、初めてやりました。じゃあこれいってみたいと思います。はい、あのバターを吸ってですね、で塩コショウで、あの美味しいです。まあお醤油しめじも どんな食べ方してもみんな美味しいです基本的に。ただ唯一あれが熱がかかりが足らなくてですね、これで中毒したらあのちょっとあの笑えないんですけども、万が一私中毒したら一応動画のとこにコメント欄のとこにか概要欄のとこにあのその旨、書いておきます。まあこんだけ熱かけたら大丈夫だと思いますけどね。じゃあ最後ですね、佃煮ですね。あの栗がまだあったんで栗拾ってきたんですけども、でも結局3つ拾って1つはもう虫が中であの増えちゃってダメでした。で2つしか なくなっちゃったんですけども、でしかもこっちも虫にかなり食われて色おかしいですよね。こっちは食われてない。だからやっぱりもう冬が近づくと、まあ落ちた栗の中に絶対虫入ってるんですよ。で入った瞬間はまだ卵を植え付けられただけなので、ちっちゃくてですね、ちょっと黒く点があるとか穴が開いた跡がある程度なんですけど、どんどん時間が経つとですね、その中でどんどん虫が栗を食べて大きくなって、でこんなになっちゃうんですよ。もっとひどいのは本当にもうあの中すっからかんになって虫だけがいるっていう、あのこんなウジ虫みたいなのがいるんですけども、でこっちはまだ全く虫いなかったやつ、まあ、こっちちょっと食べてみますか。はい、美味しいです。この佃煮ちょっと濃いめに味付けて、しかもですね、栗にこのカタツムリなんかに比べて栗はやっぱりこう熱をかけてる時間が長くないと中までしっかりこうホクホクにならないので、すごく多めの水でやりました。だからもういや非常に美味しかったです。ちょっとこの懸案のですね、虫に食われてあの甘酸っぱい匂いがあれしてました。あの皮むいてる時でもしてました。これどうですかね、ちょっと食べてみたいと思います。はい、やっぱりちょっと黒いところがどうしても取りきれないので、ちょっとだけ苦味がありましたね。こっちの黄色かったのに、黄色いのに比べたら。これで腹壊したら、お白いしめじで腹壊したのか、虫に食われた栗食って腹壊してるのか分かんなくなっちゃうんですけども、まあ大丈夫だと思いますけども、いや私あの胃腸実は弱いんですよ。すごい弱いんです。ちょっとしたことですぐあの下痢したり腹痛を起こしたりするんで、あの弱いんですけども、まあこの夜食やっててあの そういうことになったことはまずないんですけどね。一回だけありますけども、七夜畑ですか。七夜畑を食べて、最初の年1本だけ食べて何でもなかったんで、次の年にですね、もっと3鍋に入れて3本から4本ぐらい食べちゃったんですよ。そしたら見事に下痢しました。ピーッとですね。だけど七夜畑の下痢はあの養分がすごく良くて、一回ピーッと下痢しただけでもうすぐあのすぐ治りました。まあ関係ない話ですみません。あの要するに私はあの胃腸はいろんなものを食べてるけども、食べてるから胃腸強いんじゃないかと思われてる方がいるみたいなんですけども、そんなことなくてですね、胃腸は非常に弱いです。はい、それじゃ あの最後カタツムリですね。今日カタツムリが、4匹取れて、で凍らしてあった2匹全部札幌マイマイですけど入れて6匹になってます。でカタツムリもですね、これはまあある程度の大きさになったので取ってきたんですけども、今日はですねすごくカタツムリに会いましたよ。で全部ちっちゃくてですね、あの残してきたんだけど、一部多分映像にも残ってると思いますけども、すごくいました、カタツムリ。あんだけいたらですね、あれみんな冬越して、春先からまた大きくなってるんで、まあ来年も安定してですね、カタツムリは食べれるんで、まあ、あの、今日は安心した次第です。じゃあまあ、カタツムリ、最後に行ってみたいと思います。2つぐらい。ちっちゃいのに2つぐらい食べちゃいます。
いや、カタツムリうまいですよね。すごいうまいですよ。まあ、海に行けばもちろんもっとうまい貝があるのかもしれませんけども、山でですね、こういううまい貝が食べられるっていうのはもう最高ですね。はい、ということで、今日取ってきた野食材を一口ずつですけども、食べ終えました。まあ、いよいよですね、秋も深まってきて、中秋のキノコから晩秋のキノコへ移ってきましたね。で、今日初めて取ったのがエノキタケですよね。エノキタケ2カ所で取りましたよね。で、もうエノキタケも悪くなりかけてるぐらいのエノキタケでしたから、いよいよ晩秋のキノコになってきたなという感じで、まあ晩秋のキノコが出てくるとですね、里山を歩くのもあと 2,3 週というところで、いよいよ終わりが見えてきたわけで、まあ寂しい限りなんですけども、まあ最後、何も取れなくなるまで里山は通いたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。それではあと残った部分をですね、ちびちび飲みながら晩酌を続けたいと思います。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。